鮮やかな手さばきで次々と生み出される豪華な食事。実はこれ、土曜日の夕食はお好きなものをご提供するっていうような取り組みで、入院している患者さんたちへ一人一人のリクエストで調理される私だけの病院食。患者それぞれに寄り添い耳を傾ける管理栄養士たち。こんな感じで作ってみましたんですけど、美味しいですよ。本当患者さんが元気になるというか、美味しくご飯を食べているところを見させてもらう、それがやりがいですね。患者たちに生きる希望を与えたい。病院で働く管理栄養士を取材しました。大阪東淀川区にある淀川キリスト教病院はベッド数581床の総合病院です。給食のマスターの方なんですけれども、特殊ミルクちょっと変更した、加減で。大勢の入院患者の食事をサポートするのは16人の管理栄養士が在籍する栄養管理科。管理栄養士とは、病気を患っている人や高齢で食事が取りづらい人に栄養指導を行う国家資格。これだけ大勢の管理栄養士を一つの病院で抱えているのは全国的に見ても少ないそうです。一旦今日のお昼は柔らかにしておいて大丈夫ですか？昨日夜食べられたので、これが継続できると信じて。管理栄養士3年目の山中彩香さん。主に糖尿病や腎臓病の患者さんを担当しています。山中さんは普段から食べることが大好き。その食を通じて医療に携わりたいと管理栄養士の道を選びました。失礼します。おはようございます。今日はですね、普段のお家での食事とか生活のこととかをいろいろ伺いたくて来させてもらいました。朝一番の仕事は患者さんの元を訪ねること。最初に声をかけたのは2型糖尿病の患者さん。糖尿病との付き合い方を学ぶための教育入院の最中だといいます。入院直前は朝と夜の1日2食、朝は卵かけご飯、夜はそばとお米を食べていたといいますが、なんか外食が多かったっていう事前情報をちょっと先生から伺ってたんですけれども、めっちゃ食べてましたね。そうなんですね。やばいぐらい食べてました。中華とか行った時も普通に、はい、チャーハンと、はい、他のおかずを普通に食べてました。さまざまな情報を集めつつ、直接患者さんと話をして一人一人に合った食事のメニューを考えます。食事の内容がしっかり把握できるように聞き取るっていうのはもちろんですけど、その人がまあ何が原因で生活リズムが乱れてるとか、何が原因で食べ過ぎてしまうかとか、その辺も探るようには気をつけています。続いては患者に出す食事をチェックする検食。味付けや分量、食感や見た目まで実際に食べて確認します。この日のお昼ご飯は蒸し魚の野菜あんかけにキノコソテー。山中さんが気になったのはあんかけのあん。ちょっとあんかけの割合がやや多いかなというふうに感じたので、あんの割合を少し削って、こっちの副菜の方で野菜を当てて、で野菜をしっかり食べてもらえるようにした方が良いのではないか。食が細いことが多い入院患者にいかに効率よく必要な栄養をとってもらうか、一回一回の食事に細かく目を配ります。
流動食も食べてくれなくて、メイバランス昨日は飲んでくれたけど今日はいいやっていう感じで、なかなか摂取が思うように進まず。病院の一角に集まったのは医師や看護師、薬剤師と山中さん、管理栄養士がリーダーの栄養サポートチームです。責任ある役割を担っている山中さん、さらに高みを目指しています。より専門的な知識も身につけつつ、患者さんの栄養状態の向上に貢献できるような栄養士になりたいと思ってます。がん患者のケアが専門の今村美咲さん、この道20年のベテラン管理栄養士です。担当しているのはホスピス、緩和ケア病棟、病気による心身の苦痛を和らげることに重点を置いた病棟です。ここで提供しているのがリクエスト食。土曜日の夕食はお好きなものをご提供するっていうような取り組みで、まあ、一人一人患者さんに明日の夜ご飯食べたいものをお伺いして、でそれを土曜日に調理師さんに作っていただく。普段は他の患者と同じ食事をとっているホスピスの患者さんたち、週に一度の私だけの病院食。一体どんなリクエストが舞い込むのでしょうか。何か召し上がりたいものがあればお伺いしてますが、いかがですか。トンテキね。トンテキ。トンテキは何かそれを選ばれた理由ってあるんですか。亡くなった母親がよく焼いてくれたね。あ、そうなんですか。昔よく食べてらっしゃったお味。調理師の佐々木さんと一緒にホスピス緩和ケア病棟の24人の患者さんを訪ねます。明日のまた、はい、チキン南蛮とジャッハトルテ、ね、チキン南蛮とジャッハトルテ、はい、いいですねオーストリアが発祥のチョコレートケーキザッハトルテ、熱い思いを語り始めました。珍しいですけど、何かあるんですか。父がウィーンに行った時に、ホテルザッハの喫茶店みたいなところでザッハトルテを食べて美味しかったって聞いたので、食べたことはないんですか。ないですね。あ、そうなんですね。食べてみたいなと思って。患者さんたちから出るのはそのメニューへのこだわりと特別な思い出。その一つ一つに丁寧に耳を傾けます。基本は和食がやっぱり多いので同じような感じかなって、めっちゃ難しいなっていうのはないですよねザッハトルテぐらい、ザッハトルテぐらい実はザッハトルテを作ったことがない佐々木さん。しかしリクエスト食は患者さんの体調に配慮して手作りでなくてはなりません。夕食は明日の午後6時。どうするのでしょうか。一夜明け、リクエスト食の当日。夕食まであと3時間。佐々木さんの調理は着々と進んでいました。今からザッハトルテの上にかけるチョコレート。難しいと言っていたザッハトルテ、なんと佐々木さんインターネットでレシピを調べ朝の8時から作り始めていました。このアプリコットジャムが入るみたいなんですよ。同時進行でさまざまな料理を作る佐々木さんを今村さんも見守ります。
調理技術とかそのセンスとかその盛り付け一つにしてもやっぱりその出来上がった料理がすごく豪華ですし見た目も綺麗なので信頼感は、はい、すごくあります。提供までおよそ1時間コロッケにチキン南蛮そしてステーキ美味しそうな料理が次々と出来上がっていきます。病棟で最後の盛り付け。母の味、トンテキのリクエスト、果たしてお口に合うのでしょうか。味付けが違うな、全然違うな。普通に塩こしょうして焼くだけやから こんな味付けしない。患者さんの想像と実際の料理にギャップが出るのもリクエスト食の難しいところ。さてチキン南蛮とザッハトルテをリクエストしたこちらの患者さんは、こんばんは。すいません、お待たせしました。長い間こんな感じで作ってみましたんですけど。美味しいですよ、ほんとめちゃめちゃ美味しい。もうタルタルソースがさ、本当に美味しくて衣も美味しい、中のお肉いいね、いいね。そしてザッハトルテは、これ作ったんだよ、すごいよね。美味しい。毎週これが楽しみで私生きてんねんとかっておっしゃってくださったりとか、あの食事って本当に生きがいになるんやなっていうのがすごく実感できるので栄養士になってよかったなと思います。食べることの大切さを伝え生きるために必要な栄養をサポートする管理栄養士。患者さんたちの笑顔と元気のためにこれからも歩み続けます。